はい、どうも覆面墓地です。やっほい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。幸いなことにまだ覆面墓地として活動させていただいております。ただの喋り好きなゲスメガネ2号とはまだ名乗らずにまだね行けておりますけれども、はい、極楽湯5日目でございます。安定の仕事帰り平日はね仕事がやっぱりあるから1日3回ぐらいのこう間隔で行きましょうっていう、まあ、ルールのもとで行ってるんでね、どうしてもやっぱ平日になると夜1回しか行けないからでもチャンスが少ないのよ。本日が6月の27日木曜日かな、今日含めて4日間あるんでまだねチャンスはありますし、もうね何のこっちゃわからない人はねこの前回のね動画を見ていただければと思うんですけれども、はい、マフラータオルをコンプリートするためにずっと通い続けております。そしてもう5日目経ちましたけれども、今までで計6回ぐらい行ってるんじゃないかなと思うんですけれどもね、今日は AB ともにちょっとね行かせていただこうかなと思ってるんですけど、一個気がかりなのはね、やっぱ開催期間が終了間近に迫ってる中、限定のマフラータオルがそもそも残ってるのかって、数量限定だからさ、そこがちょっと気になるんですけど、もうそれだってなかってお迎えできなかった時点でもうアウトです。どうしようかなと思って、もう不安で仕方ないんですけれどもね、お風呂セットも持って、もう毎日お風呂セット持ってます仕事行くのに一番美味しいかも。あと禰豆子が来てくれればコンプリート。あのもしよかったらコースター、どうぞどうぞ。あのサネミさんですけど一押しです。あ、よかったですやった、サネミ推しの方にサネミのコースターを渡せることができました。もうお配りおじさんみたいな感じになっちゃうんですけどあの前澤さんみたいな前澤さんはお金だけどねはい、ということでね、一プロ浴びてきましたですけどね、 A セットと B セットでございますけれども、 B の方がオバミツが来ればまあコンプリートっていう形になるんで、もう行きましょう。熱い、汗かいてきちゃった。行きます。スルスルスル、スマシュン行明さんでありがとうございますじゃあ行明さんありがとう。いや、すごい嬉しいですよ。おかげさまで3人目来てくれてありがとうございます。やっぱりお子さん連れの方が多かったんで、その巡り巡ってみたいなのもあるのかなと。こういっぱい袋に並んでて、そっからこう取ってってるんですけど、おそらくねあれ順当並びじゃないかなと思って。はい、すいません、 A セットですねもうわかんないな、お願いします。どんな感じですか、どんな感じ、どんな感じ。はいはい、誰ですか。はいはい、伊之助かな、伊之助が、あ、義勇さんやべ、めっちゃかっこいいですけど、やべ、清涼感に包まれたこの色合い、完璧すぎる。めっちゃかっこいいですけど、ありがとう。救世主やが、ちょっと、義勇さんと行明さんが来てくれました。オッケー、オッケー。で、A セットの方は、あ、善逸、伊之助、忍ぶ、あと3種だちょっと待って、これってさ、あ、でもダメなんだよね。そう、自分ルールだから。今から行けばさ、もしかしたら、忍がっていう可能性もなきにしもあらずなんだけど、どうかな、ちょっとわかんないけど、でもね、はい、もうルール通り、これで打ち止めでございます。今日はね。ということで、翌日に回したいと思います。動画はまだ続きますよ。では、お家に帰って、前編動画のね、編集まだ終わってないから。明日アップしないといけないから、もうね、時間軸めもうめちゃくちゃでしょ。もうみんな見てる皆さんも分かんないと思うんだけど、ではね、帰らせていただきたいと思います。6日目
本日6月28日の金曜日でございまして、はい、安定の土平日ということでね、仕事帰りということでね、もうね、雨がひどいのよ今日。途中おかしいですけど大丈夫。まあ今日はだから仕事帰りだからもうこれで一回きりで終わりだから、明日明後日のねこの土日でいけるのかなこれ。まあでもね、コラボドリンクがね、あとサネミだけっていうのでね、まあそれをまず飲みの、A セット B セットだから、オバミツ全然こやへんやないか。ちょっと待って、マジですか。夜のこのねちょっと遅い時間帯ということでね、やっぱりお客さんもどんどん集まってきてるということで、もうシャッフルされて来るかもしれないしね、まず行って、温泉に浸かってコラボメニューをいただいて行きたいと思います。だんだん根本目的じゃなくなってきてるような感じになってきたけど、そんなことはないですよ。根本目指してますからね。ガチです、いつだってガチです。じゃあ行ってきたいと思います。本当にごめんなさい、すいません、後で説明します。グリーンアップルの程よい甘みとカルピスの濃厚な味わいが合わさってすごく甘いです。あの、もしよかったらコースターいりますか？いいよ、ごめんよ、推しじゃなかったらごめんよ。善一くんとサネミと無一郎くんとみつりちゃん、ありがとうございます。やばい、雨がひどすぎる。すいません、ちゃんとね説明させてください。ちなみに A セット B セット今残りどれぐらいですかってお伺いしたんですよ。そしたら A セットの方はまだ30から40セットぐらいはありますと、で B セットに関してはあと4つですって言われたんですよ。ちゃもうあかんがな、もう今ね見たでしょ、あの1位とかってやったやつ、あれもうすでにだから僕が飲食してる間にもうお一人 B セットあのお持ち帰りになられてた方がいた、だからもう終わり。じゃあだから本当はね僕もルールじゅんぐりじゅんぐり回らないっていうね、もうあれをねごめんなさい、本当にもうね破らざるを得なくてですね、さすがにねこうがっさりもう持っていくのはちょっとさすがに忍びないなと思って B セット3袋行かせていただいたんですよ、申し訳ない。いやー破っちゃったよ、ゲスメガネ2号だけはどうしようかして、でもわかんないです、まだこれがごめんなさい、あまりにもちょっとヒートアップしすぎて本当に申し訳ない、もうねもう最悪僕。もうね何度でも呼んでください、ねじ曲がり人間だと、いいかもしれないですね、1ヶ月間ねじ曲がり男ですみたいな。今日ね28日金曜日が極楽湯コラボチャレンジの前編動画がね公開される日ということで、あの今ね8時もう15分ぐらいなんですよ。あの僕あの基本的にあのチャットにねそう参加させてもらったりとかあのあるので、ちょっとね家での開封ということにさせていただきたいと思います、今回だけごめんなさい、本当にもうね申し訳ないです。ただね、子供たちにね僕の今までこう被ってきたコースターをお届けさせていただいた、まあポスト多分させていただいてるかと思うんですけれども、そちらをでなんとかね今回のこの過ちを相殺させてくれないかなと。すいません、例の B セットもう本当に申し訳ありません、もうね違う、本当はねだから1個ずつこのルールの下で行く予定だったんですけれどもね、まあそういった諸事情の下でだけど一度ちょっとねこちら見させていただこうかと思っております。あってはならないこの展開なんですけれども、すいません、じゃあ一袋目ちょっと行かせていただきたいと思います。はい、
誰ですか。はい、こっち。ああ出た。はいはい、これで嬉しいんだけど、すごい複雑な感じ。みずりちゃん来てくれました。ありがとうございます。ああ現実っていうか現実なんだよね。いや本物のみずりちゃんに出会えたこの奇跡だけどね、この奇跡がね、だからこのルール違反の元での奇跡だって。申し訳ない。さあ袋目行かせていただきたいと思います。いやーちょっとこれどうも。はい、さあ誰ですか。誰ですか。無一郎くん、ありがとう。二人目来てくれました。ありがとうございます。かわいい、めちゃめちゃ可愛いんですけど、もうたまらんね。ありがとう無一郎くん。ラスト一袋。いやーちょっとこれだからね、いきます。はい、誰ですか。嫁さんから行くっていいから。はい、誰ですか。はい、うん、行くって。ちょっと待って、かっこいい、めちゃめちゃかっこいいですけど、あなたに出会いたかったんですけど、本当にかっこいいですか。ありがとうございます。いやーちょっとごめんなさい、この揃え方はルールに反してる。やっぱクリーンでありたい。なので僕決めました。明日からも極楽湯に行かせていただきますけれどもね、ゲットしたくてもやっぱゲットできなかった人たちが多数いらっしゃるこの B セット、僕が限定マフラータオルお配りおじさんとしてお届けする。もうそれでこの過ちを清算したいと思っております。あ、被っちゃったんですけどっていう体で、お一人お一人にこう渡していこうかなと思っております。うん、そうしないとやっぱりね、今回の動画とやっぱりそれちゃうから。なんかすごい複雑な心境なんですけど、そのままこうゲットしたい自分とマナーが守れていない自分との、このなんかすごい、明日からも清廉潔白というか、もう清らかな気持ちで極楽湯コラボに参戦させていただきたいと思っておりますので、一人でも多くのね鬼滅ファンの方にお届けできるように、そして A セットコンプの方にちょっと切り替えをして行きたいと思います。大変申し訳ありませんでした。ごめんなさい。7日目ということで、ね、早くももう1週間経ちましたけれども、まあ、昨日言った通り、僕はねもう B セットに関してはもうそういった形でねお迎えしてしまったので、コースターお配りおじさんもやってますけれども、並行してマフラータオルお配りおじさんタオルをお配りしようと。 A セットがなくなった時点でポンプできなかったら、まあそこで私のゲームセット終了という形になりますけれどもね、お配りできなかったらちょっとまた考えましょう。ちなみにね、言い忘れましたけれども、今日は6月29日の土曜日でございます。お客さんが全然いません。開けようか。しのぶ、あ、はい、すいません、ありがとうございます。お客さんが全然いないから配れないんだよね。なんか親子連れの子がいる。突然で申し訳ないんですけれども、今ちょっと僕動画の企画で限定のマフラータオル、この B セットなんですけど、だけど僕かぶりが出ちゃったんでお配りをしようと思ってて、もしよかったらこれ無一郎くんなんですけど、全然どうぞ。はい、もしよかったら。すいません、怪しいものじゃないんです。完全に怪しい人になってます。陽明さん来てくれました。マフラータオルお渡しすることできたんですけど、すみません動画の企画なんですけどって、やっぱり開口一番のね、やっぱりインパクトがやっぱ強すぎるのかな、なんかもう完全に引いちゃって。お子さんがね、マフラータオル
こういうような感じでも、いやそんなそんなそんな、まあね、まあそういう見てくれだからしょうがないかなとも思うんですし、急にねマフラータオルお渡ししましょうかなって声かけてもわかんないと思うんですけどね。奇跡と言っても過言ではない、もう忍がゲットできましたんで、どうだろうな、お客さんのちょの入りの加減がわかんないんですけど、続けてはいけないのでちょっと一回間を開けていこうかなと思うんですけど、多分ねここで一回リセットされるはずなんです、炭治郎にね、そう舞い戻るはずなんで、次行った時にどうなるかっていうところもまあちょっと気になりはしますけれども、お昼の時間にうまく合わせながら、行きたいと思っております。イノシケかわいいね、はい、コースターを配りおじさんはもう継続、もうね、でもねマフラータオル配りおじさんは怖いよ、もうやりたくないよ。見てくれが。ということでね、2巡目。朝からね、この昼にかけてのこのブランク、ね、時間の空きの部分で銀だこ行ってこようと。イグッティとサネミのね、もう第4弾コラボの九条ネギとなんたらかんたらっていうあのやつ、購入させていただきましてね、あのスリーブもゲットしてまいりました。あ、九条ネギマヨ、ゆずちりめんだそうです。よくよく考えたらね、極楽ルール、その1、ね、入館したら、お風呂に入ることなんですよ。空き時間に銀だこ買いに行くのはそれはいいんですけど、いや今日すごい猛暑なんです。銀だこさんを置いていって腐っちゃう。保冷バッグ。はい、もうそれをね、急遽購入してまいりまして、今からこれ詰めます。自分の計画性のなさに、ほんとね、嫌気がさしますね、ほんとに。極楽湯も何度来たことでしょうか。では早速、行ってきたいと。思います。はい、ということでね、戻ってまいりました。スタッフの方からもね、最近すごい来てくださいますねって、よっぽど極楽湯が気に入っているのか、相当綺麗好きなのかとか A セットの方だけ、お迎えさせていただいております。行かせていただきたいと思いますけれども、残りは善逸と猪助お願いします。まあ、ちょっと行きますよ。はい、行きます。スルスルスル。はい、誰でしょう。え、何これ、誰。全員ずオッケー、おっしゃ、めっちゃ嬉しいんですけど、まごうことなき黄色救世主。よし、ちょっと待て、ここで夜の部に猪助が、ごめんなさい、畳み流れで申し訳ない、来てくれればコンプリートっていう形になります。今2時なんですけど、夜って大体みんなの中では何時からですか。もう一刻も早く行きたいんだけど、だってこの次多分猪助だから。ではね、皆さん少々お待ちいただけたらと思います。3巡目、夜の部になりますけれども、ごめんなさい、気づいたらもうね、夜8時になってました。お店の人にまずさ、A セットがまず残ってるかどうかを聞かなきゃ。あとは、まあね、ずっと言ってる限定マフラータオルをね、お配りするっていうその使命。でもね、結構、やっぱ夜ともなると、お客さんがいっぱいいらっしゃるから、もしかしたら、まあ、受け取ってくれる方、もうさ、最初の時本当にね、申し訳ない。もう不審者極まりない感じだったんで。頑張って、コンプリートを目指したいと思います。では、行ってまいりたいと思いますね。思います。思います。では、行ってまいりたいと思います。隣の方が鬼滅ファンっぽいんで、コースターとマフラータオルをあげたいと思います。突然すいません、鬼滅のコースターが僕ダブっちゃったんで、これもしよかったらどうぞどうぞ。はい、ですいません、ちょっと僕動画撮影してて声だけちょっと、はい、もしかしたら入ったらよかったですか。あ、よかったです。受け取ってください。ダブっちゃったんですよ。でもしよかったらこの B セットもタオルも受け取っていただけないかなと思って。はい、あ、どうぞどうぞ、全然全然大丈夫です。全然動画の企画で A セットをコンプする目的で、猪助が後出てくれれば僕コンプリートなんですよ。ね、僕も今チャレンジをちょっとしてて、はい、もしよかったら見届けていただいて。僕いつもね怖くてね見れないんですよ。見てもらってもいいですか。誰？ぽい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 誰？
ありがとうございます。もう全然プレゼントしますので、どうぞどうぞ。やりました。そうなんですよ。よかったよかった。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございました。YouTube はい。あ、いいですよ。全然私もそういうの見るの。僕駆け出しの YouTube だったんで。もしやられたら。ありがとうございます。ありがとうございます。やりました。やりました。とんでもない奇跡が起きましたね。隣にお座りになられてたカップルなのかな、ご夫婦なのかな。ね、満席だったんでね、ずっと街の状態でね、こう待機してたんですけど、遠くからね、ずっと、あれと思って、鬼滅グッズ並べてると思って、席にね、こう誘導されたのが、その方の隣だ。これはもう、行くでしょ、声かけ。まあでもね、すごい気さくに対応してくださって、受け入れてくださって本当にありがとうございます。この場をお借りして改めてありがとうございますということでね、コースターと限定マフラータオルをねお届けさせていただきましたけれども、今回の後編動画 A セットは、あ、でもさ、結果としてはストレートコンプじゃない。すっげー、すごいよね。一回審議しましょう。はい、ということでね、一応 A セットもコンプできましたし、まあね、自分のその課題、いろんなこう個人的な課題であったコミュ力とかね、動画自体もハートフルな、アットホームなね、こう感じになったので、なんとかね、その、寛大な措置を、もう自分で判定できない。公開されてから、1週間以内に、このいいねボタン、グッドマークボタンが150以上いかなかった場合は、ゲスメガネ2号とし、の、もうそこはね、もう皆さんにもう、もう委ねます。もうそれしかもう判断材料ないから。バットマークを押さないで、これだけは押さないで、これだけは押さなく、あれだけど、自分の動画ではあるんですけれども、やっぱりこう、まあ、チャットも含めてですけども、みんなとこう一緒に参加する、なんかこう、一つの動画っていう形になるんじゃないかなって思っておりますけど、どうでしょうかね。こういった形で後編動画を完結という形にさせていただきたいと思います。今回、コースターお配りおじさん、そして限定マフラータオルお配りおじさんでね、受け取っていただいた方々、この場をお借りして、本当にありがとうございました。判決が下るまで僕は待っております。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価もしていただけると、そう、高評価お願いします。嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。もう本当にね、僕長い時間かけてガチで挑みましたから、そこは組んでいただきたいなって思います。